皆様こんにちは韓中国です国際オリンピック委員会は20日午後東京で第138回総会を開催しオリンピックモットーに「ともに」を加えた変更を正式に可決しましたオリンピックのモットーはこれからより早くより高くより強く「ともに」となりますオリンピックモットーが変更されるのは100年以上ぶりのことで IOC のトーマス・バッハ会長はこれは画期的な出来事だと語りました資料によるとより早くより高くより強くは近代オリンピックの父ピエール・ド・クーベルタン男爵の親友であるヘンリー・マーティン・ディドン氏が提案し1913年に IOC にオリンピック憲章のモットーとして承認されたものです 今年3月 IOC 会長に再選されたバッハ氏はオリンピックモットーより早くより高くより強くにともにをつけることを提案しました4つの言葉を合わせるとより早くより高くより強くともにとなりますバッハ氏は目下我々は団結する必要がある新型コロナウイルスに対処するだけでなく 直面している膨大な課題に対応するためでもある今の世界はお互いに依存し合っており個人だけではこれらの課題を解決できなくなっているそこでより早くより高くより強くを実現するためには共に取り組む必要があり団結が必要だと語りましたご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価とチャンネル登録を お願いいたします。